はい、どうも、皆さん、こんにちは、わこつです。今日はですね、2019年の2月の7日、朝の6時46分です。よろしくお願いします。ちょっと番組の告知をさせていただきます。ふわっちの配信者で、ドクター M さんっていう方がいるんですけれども、2月の19日の、あ、じゃあ、2019年の2月の28日に、コラボレーションすることが決まりました。で、多分ね、ふわっちかツイキャスかはわからないんですけれども、まあ、2月の28日に、夕方以降に生放送をする予定です。で、生放送の内容が、お互い、そのカメラをやったり、モデルをやったりしますので、まあ、カメラについて雑談をしたりとか、それから、まあ、お互いに写真撮影をするっていうことで、配信内容が決まってます。もしね、カメラが好きな人とか、そういう人がいたら、あ、光ってるのはね、ペットボトルですね。乳首が光ってるわけじゃなくて、ペットボトルを持ってるんですけど、ペットボトルと指が、太陽の反射で光ってます。はい、乳首は光らないですよ。はい、ということで、よろしくお願いします。まあ、あとはまったりやっていきましょう。告知でした。バカプレゼントありがとう。いや、乳首は光らないでしょ。乳首光らせるってちょっとかっこいい表現だよね。 まあね、詳しくはツイッターに書いてますので、告知の詳細はツイッターをぜひご覧ください。ドクター M さんのね、ツイッターのリンクも貼ってありますので、そちらを参照してください。よろしくお願いします。まあ、でも写真のコラボレーションとか、写真をお互いに撮るっていうのは、結構カメラ好きの人とかだと面白いトークとかになるんじゃないかなと思ってて、ちょっと期待してますね。で、M さんもね、ドクター M さんも配信回すと思いますんで、よろしくお願いします。はい、おはよう、ボンおはよう。今日もよろしくね。おはようございます。わあ、ありがとう。匿名さんから花火をいただきました。花火ありがとうございます。花火ありがとう。おはよう。誰かな。おはようございます。花火ありがとうございます。一緒に気合い。ああ、おはよう、おはよう。花火ありがとう。いつも支援ありがとう。よいしょ。今朝17発だったから16発か。おはようございます。花火って書かないのか。まあね、面白いことになりそうだなとか思ってるけど。あ、おはよう、金魚姫。おはよう。よろしくね。おはようございます。昨日はもうヘッドヘトでさ、おとといか。おとといすげえ疲れて、結局昨日の朝5時まで、朝5時に帰ってずっと寝ちゃってたんだけど、朝トレーニングしたでしょ。で、昼間に合流して、トップロープボルタリングって言って、岩登りやってきたの。3時間ぐらい。ロープつけて、すごい高いところ登るんだけど、それも配信やったんだけど、で、登って、でも筋肉プルプルになるまで、結局最後の方はトップまで登れたんだけど、初心者用の岩だったら。すごい難しいね、あれ、ボルタリングって。全身筋肉痛のところにさ、企画でさ、ワドーズブートキャンプやったでしょ。で、筋肉ピクピクする筋トレマシンやって、もう握力なかったもん、その日。握れないの。ペットボトルの蓋も開けられなくて、もう握り込めなくて、こんなんで。そう。で、今日ぐっすり寝て回復して、やっと軽く握れるぐらいになったかな。すごいね、ボルタリングっていうのは。初めてやったけど面白かったな。結構ね、年配の60代、70代の人とかがもう集まって登ってたよ。あれは体幹にいいからトレーニングになったと思うな。すごいいいトレーニングになったと思う。
みんなやったことあるのかな？なんかね、俺ボルダリングの配信ね、結構人集まると思ってたんだけど、全然人集まんなくて、コメントゼロで、なんかこういうの嫌いなのかなとか思って、意外だったんだよね。誰もやったことない配信なのに、あんまり好みじゃないんだと思って。なんかリア充っぽいこと嫌いなのかもしんないよね。あれ？放送されてない？ボルダリング。あれ？YouTube に載ってないな。なんだろう。なんでだ。まあ、いっか。コンティニューコインありがとうございます。コンティニューコインありがとう、わたつ。みんなありがとう。でもね、スマートフォンをね、その撮影現場に忘れちゃって、ちょっとね、ロードワーク配信ができないんですよね。困ってるんですよね。入ったね。お茶爆ありがとう。お茶爆ありがとう。サンキュー。あれ、時間がバグってるかな。放送時間がなんだこれ。ああ、治ったか。何食べようかな今日は。写真のなモデルさんとか写真のこうカメラマンさんとかたくさん知り合っていきたいな。結構ね、撮り方人によって違ったりするから面白いんですよ。親子丼食べたいんだ。親子丼美味しいよね。ドクター M さんは大手だよ。300人ぐらい集めるよ。ドクター M さんふわっちの配信者で300人とかじゃない集めんの。すげえ急激に伸びた人だね。もともと FC2 配信者でアダルト系だったのかな。ドクター M さんあれすごい、結構俺より全然大手だよ、ふわっちで。ちょっと待ってね。あれ、ドクター M さんどこだ。あれ、ドクター M さん、あれあれ出てこないな。あ、出てきた出てきた。ドクター M さんフォロワー数が、ふわっちで4300人だから、すごい綺麗な人だよ、ドクター M さん。この人、ドクター M さんって言って、もう4305人だから、綺麗な人だよ、すごい。この人とコラボね。綺麗、あ、花火出てた。綺麗でしょ。フワッチの人、人気配信者だね。なんかちょっとセクシーな感じ。いや、 M さんね、実はね、昔からフォローしてくれてて、ロムって見てくれてたので、俺はまあもちろんね、同業の配信者少しサムネイルぐらいチェックしたりとか放送とか見るから。で、 M さんがこの前コメント書いてくれてる時に、M さんコラボしましょうって言って、撮影現場の何やったんだっけ、なんかの時にコメント書いてくれてる時に、カメラ撮りましょう、撮らせ、なんかコラボしましょうよって言ったら DM いただいて、昨日で、まあお互い打ち合わせして、何月何日にやろうとか、どういう内容でやろうっていうメールベースでの配信が終わ、打ち合わせが終わって、それでまあコラボが決まったっていう感じかな。で、ドクター M さんセルフポートレートをやってたりとか、モデルさんを撮ったりとか、カメラの活動をやってる人だから、
あ、ぜひカメラやりましょうよって、俺から声かけて、で DM もらってお互い進めていったって感じかな。そんな感じです。まあだからね、面白くなりそうだよね。あいはこつ、なんかまあ写真とかこう被写体とか、あと、まあ、撮影とは何なのかみたいな対談をしながら、まあお互い今度俺がモデルやったり M さんがモデルやったりしながら対談形式でこうやっていこうかなと思ってるね俺は。だいたい撮影、1回の撮影に何時間ぐらいかけますかとか、写真撮るときにどういうものを意識しながらやってるのかとか、そういうものを掘り下げてやっていけたら面白いかなとか思って、写真好きな人が集まったらいいなと思ってるね。もともとやりたかった番組なんだよね、企画なんだよねこれは。でもまあ M さんすごい写真上手な人だし、モデルもやる人だからものすごくいいよね。で、な、一番いいのはやっぱ配信者だっていうことだから、放送やりね、やりましょうよって言ってもらえてるから、うん、すごくいい出会いですね。この企画はちょっと成功させたいかな。お茶ありがとう、お茶ありがとう。今日はね、あとねスパーリングはしねえわスパーリングしねえわ、うん、でもまあやっぱり久々に女性撮らせていただけるし、綺麗な人だからどこまでできるかなっていうのはちょっと やってみたいところではあるんだけど、自分のカメラの腕をね、あーそういうの書かないで、あんまり、うん、ダメダメ、もうそんなことやってたら、うん、映画なんて撮れないし、うん、すごくくだらなくて、俺はそういうの大っ嫌いだからやめて、もうそんなの付き合ってらんないよ。っていうかのりこは最近嫉妬しなくなったんだから、やっと、やっと、あ、いや、ね、この人浮気しないんだっていうのは2年かけてはやっと伝わったところなのに、もう嫌だそういうの、めんどくさいの嫌なんだ。まあでもスパーリングっていうか本番みたいな試合するようなもんでしょ。お互いカメラやってて、お互いね配信者でスパーリングじゃん、試合じゃないのこれは。だから M さんのカメラがこうね、カメラ論とかが俺がいかににわかかっていうのをさ、アンチは監視するんでしょ。 M さんが引き出していけるかどうかじゃん。カメラの設定どうしてますっていう話とかさ、そのセルフポートレートどうやって普段撮ってるんですかみたいな、面白くなると思うけどね俺は。トレさんがつっついてきそう。いや関係ないじゃん全然全然ドレさん関係ないじゃん。ドレさんが入ってくる要素ないでしょ。ああでもなんか放送のネタにはされそうだよね。あいつは熟女が好きだからよとか、うん、まあ好きだけどっていうM さんが何歳なのか知らないんだよな俺。でもすごい綺麗な人だよ。一生懸命撮らないとね。
あ、ごめんごめんごめん。あの、ラベル剥がすの忘れたわ。ごめんね。CM じゃないから、企業案件じゃないから、ごめんね。悪い悪いみんな。こういうところ気をつけないとね。影響力が半端じゃないから。あれ、ステマって言われるから。意識していかないとね。うん、おはようございます、ゆずさん。はい、おはよう。企画頑張ります、ありがとうございます。 M さんから来てくれたのかな。 M さんリスナーですかね。ありがとうございます、頑張ります。もしよかったらツイッターいいねボタン押してください。よろしくです。うん、あ、やべえ、たくみさんにギャラ払うの忘れてた。大丈夫、ちょ今日あたり振り込むわ。たくみさんごめん。あ、 M さんのリスナーさんなんですね。どうもよろしくお願いします、お世話になります。僕もカメラやってるんで、もしよかったらフォローしていただけると嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。初絡みですね、 M さんとは。 M さん、俺は半年ぐらい前かな、急激に、あ、まあ伸びるなと思ってたんだけど、人気出るなと思ってたんだけど、すごいいい配信者ですよね、 M さん。ステマなんてあるんだ今時、めんどいねって。違うよ、俺くらい影響力のある配信者だったらね、アルプス、南アルプスの天然水さんと企業コラボでステルスマーケティングをしてるんじゃないかっていうふね、疑いはないですよっていうボケだからツッコミ間違えてるから。ステマあるよ全然、配信会にも。 ありがとうございます、ゆずさん、今後ともよろしくお願いします。なんでそのボケに対してマジレスをするのかね、君たちは。勘弁してよ、本当に。ボケを潰さないで。うん、あ、ゼロさんいらっしゃい。ステマしまくろう。ステルスマーケティングね。まあ、楽しみだな、月末。久々のコラボだね。コラボらしいコラボだね。いろいろなカメラとか撮り合う企画とかやりたいな。カメラ系の、芸術系とかカメラ系の配信コラボ増やしていきたいな。そういうことやっていきたいけど、なかなかね。あとロマンさんいるけど、ロマンさん多分男性配信者 NG なんだよな。そこが残念だよね。ロマンさんすげえいいカメラマンなんだけど、セルフポートレート、アーティストだよね、ロマンさんは。コラボしたいなと思うけど、一応ロマンさんが男性嫌いっていうね、あのあれだから、ツイッターとか写真とか勝手に勉強させてもらってるんだけど、まあ難しいだろうな。あー、いてもありがとうございます、おはようございます。アイテムありがとう。あー、全身筋肉痛だ。いや、さっき面白かったよ。またカズさんコメント書いてくれたよ。絶対勝てよって。ちょっと面白かった。ワド絶対、あ、絶対勝てよじゃない。ワド絶対負けんなよって。
いや、それまずいでしょうって言ったんだけど、超面白かった。俺の気持ち分かれよって言って酔っ払ってんなと思って。カズさん酔っ払うとここ来るから。カズさんもネットになれないよね。なんか酒飲むとね、ああいうキャラクターになるから。なんか結構やから系アンチ系コメントなんだよね、カズさん。いい写真撮りたいね。いい写真を。まあまあまあ、200人300人ぐらい集まったら面白いかなとは思ってるんだけどね。200人300人ぐらい。うん、いろんな人が集まったら面白いね。カズさんのコメント力は俺より下。カズさんコメント力低いよね、うん、大御所で先輩だから扱いに困るんだよ寝落ちしてた？ボタンさんおはよう。おはようございます。今日はね、あのシルバーの X さんと会いに行こうかなとか思って、シルバーについてミーティングしてくるわ。シルバー今後どうしていくか、スケジュールの確認と、まあまあ近況報告、お互いの近況もちゃんと把握してないダメだから、こんな感じかな。なんかさ、プレミアムリスワン30位までもらえるよって言ったけど、やっぱ10位までだよ。リスワン10万円もらえる。なんか誰か誤解してたね。リスワンは10位までだよ。あの10万円とかもらえる。マンスリーポイントが上に行ってるだけで。てか俺マンスリー何位なんだろう、今月。今月何位だ、マンスリー。花火師全然いなくなっちゃったかな。マンスリーは、あー県外か、県外か。うわ、マンスリー県、あ県外じゃない、130位か。ひどいな本当に。リスワン28位なのにさ、トータル閲覧28位なのにさ、なんで130位なんだよな。全然うちのリスナーアイテム投げてないっていうのがよくわかるよねこれそう思わない？だってさ、ふわっちの配信者をこんだけダラダラしてる配信で上から28番目なわけですよ、僕の順位。28位でしょ、和田監督。わかる？この私生活垂れ流すだけで28位、トップ28位に入れる閲覧力持ってんのに、マンスリーランキングがさ、130位ってどれだけ金投げてねえんだよって話だよね。サーセンスでちょっと押し上げてよみんな、うん、マリルボンおはよう。ひどくない？さとこちゃんおはよう。もういい思いさせてみんな。もう苦しいよ俺、閲覧とこの収入のギャップに苦しめられてんのが。わお、さとこちゃん花火ありがとう。いいね、さとこちゃん初花火ありがとうございます。嬉しいな、初物縁起いいからね。ありがとう、嬉しい。これからもよろしくね、ありがとう。最近でもね、女性陣がね結構盛り上げてくれてて嬉しいんだよね。
女の人がね放送を見るようになってくれてて、女性のファン増やしたいよね。おっさんばっかりだからね。ね、これからもよろしく。サンキュー。明日いよいよ屋形船か。そういえば忘れてたけど、明日は、今日がシルバー X さんで明日だったっけな。ちょっと確認しよう、スケジュールの。金髪、いや金髪にしてよかったね。閲覧上がってる確実に。黒髪ダメだったね。ジンクスは正解だった。あ、金曜日か、あさってだ。まあ2日ダラダラできるね。早く携帯電話あれだな、取りに行ってロードワークできるようにしないと。まあ今日も休んでいいかなと思う。かなりオーバーワークだったから、ボルタリングすごいきつかったもんね。超回復狙うわ。全身運動、あ、体重あんだけ重くてさ、ぶら下がるの大変だったもん。本当に。今日木曜？え？7日？ちょっと待って待って待って。7日。あ、土曜日だ。9日だ。土曜日土曜日。合ってるわ。金映えさん、あれ ?9 だったよな。ちょっと待って。確認するわ。漢字はヤマトさんだから、ヤマトさん、ヤマトさん。ヤマトさん、どこだ ?9 だよ。9。あさってで合ってるわ。あさってで合ってる。合ってる、合ってる。あれ？バグってない？爆投げタイプになってるよね。あ、まあ、腹筋ぐらいはやろうね。あ、皆さん、お茶爆よろしくお願いします。あと、コンティニューコイン欲しいですね。コンティニューコインとお茶爆、有料お茶、ありがとう！そうそう、お茶爆50、ありがとう！ありがとう。サンキューです。皆さん、無課金の人はね、コンティニューコインよろしくお願いします。お金持ちの方はね、お茶爆50、お茶爆100をお願いします。いや、嬉しいね。俺カオスともコラボしたいんだけど、カオスコラボやだ。カオスコラボやろうよ、普通に会って。俺の夢はいつ叶うんだろう、カオスとの夢のコラボ。コンティニューコインありがとう。サンキュー。おはよう猫の目。おはよう。ちょっとこれはね、まだ告知を打つ段階ではないんだけど、さらっと頭の中に覚えておいてほしいレベルなんだけど、もしかしたらね、今年の、まあ近い段階、3ヶ月以内ぐらいで、もしかしたらだけど、個展開くかもしんない。リアトツできるようにするのかどうするのか、ちょっと、まだ企画の段階なんだけど、多分個展開くから、もし、面白い仕掛けいっぱい作ろうと思ってるんで、もしね、見に来てくれる人、本当に芸術家としてやるんで、よろしくお願いします。ぜひ来てください。まだね、企画が固まってないから、頭の片隅にっていう感じなんだけど、よろしく。
映画も順調にね腕を上げてるんだけど、もうね一人では無理になってきたね。だんだん被写体を自分にしながら撮りたいかな。ちょっと限界を感じ始めた。撮りたい映像はいっぱいあるんだけどね、なかなか難しいよね。なんで扉がドクター M なの？コラボするからだね。告知用のあの画像ですね。あのドクター M さんとコラボをすることになったんです、はい、写真撮影生放送企画ですね、はい、コラボレーションです。詳しい告知はツイッターの方をご覧ください。ちょっと楽しみだよね。どんな感じになっていくのか。あとはね、どんな放送になるのかも楽しみだね。ご飯何食べようかな今日は。またカレー食べたいな。カレー店開いたタイミングでカレーでも食べるか。さん自身も写真を撮られる方だから、そこをどうやって差別化していこうかなっていう、その M さんが自撮りセルフポートレートをされてるのと、あと自分がねキャメラマンやった時にどういう風にねその個性を出していくのかっていうのがすごい鍵だと思っていて、ここはねちょっと戦略的にやりたいなとは思ってるんだよね。インスタントカレーは作ってないかな俺は。普段インスタントカレーあんま食べないですね。生活保護の頃はよく食べたけど食べないですねあんまり。この間大好評だった。何の話？ありがとう。コンティニューコインありがとう。おはよう。
おはようございます。コンディングコインありがとう。サンキュー。どうやって持ってこうかな、写真かっこよく。あれ谷さん、石野ってふわっちのアカウント作ってた？なんかこの前コメント書いてたけど、別アカかな、あれ本人なのかわかんないけど。石野元気にしてる？石野はどこに向かってるんだろうな。石野とも会いたいな、飯でも食いたいな。あいつ気難しいかな。どう？彼は。コメントしてた、なんか石野康介っていう、まあ石野っぽかったんだけどね、サムネつけてなくて康介っていうアカウントだから、あれ石野かなって。いや本人かどうか確認しようがないから、俺なんか LINE もブロックされてるから。またどこに向かってんのか分かんないんだ。まあ誰も分かんねえよな、多分本人も分かってないだろうし。やりたいことねえのかな。どうなんだろう。いや LINE ブロックされてるよ。いや結構 LINE ブロック兵器あるよ、よくブロックされてる。あの中西マンがあのぶっ倒れた時、石野中西マン知ってたから連絡先知ろうと思って石野に電話したらかかんなかったもん。出家したいんだ。あーでも出家した方がいいかもしんないね。出家した方がいいかもね。この前のわけのわからない動画、この前のわけのわからない動画何って言われてもよくわかんないんだけど、この前のわけのわかんない動画って何の話、どういう動画、何この前のわけのわかんない動画って何だろう。日本語がよくわかんねえわ。動画はたくさん作ってるけど、どれのことを指してんのかよくわかんない。どの動画の話。どの動画。谷さんをブロックするんだ。あ、ワドーズブートキャンプ。いや、あれは配信テストをやりたいって言って、あれは機材の確認をするんだけど、で、あの、突貫で5分で書いた台本でやってみたの。いや、こういう、あの、テスト配信、カメラとか照明の設定とか、そういうのを確認をやりたい。機材の確認をやりたいんだけど、って。で、とりあえず筋トレグッズ、あの、いっぱい用意したんで、これで番組作ってください。って言われたから5分で脚本書いて、で突貫で作ったっていう。だから機材のテスト配信だね、あれは。あ、要はね、電波が残念だったんじゃなくて、高出力すぎてああなっちゃったの、テスト配信だね、あれは。だから台本とかそのコントみたいなのを自分でバーって5分で書いて、で台本渡して、でこれでやろうって言って、最初のオープニングの台本書いて、であとはもう振ってくれれば全部やるからって言って、まあよくある定番のネタをそのまま構成したっていう。あれはテスト配信だね、本題は。
要はちゃんとした生放送の番組に向けて、その機材のテストをしてた。出家しても欲の自制は難しそうだね。まあ出家をして仏門を叩くっていうのは欲を滅する作業をするわけだから、まあ専門家っちゃ専門家だと思うよ。あ、爆笑してた。ありがとう。和道バルボア。あれはよくあるコントのテンプレートだね。で、この機材だったらどういう番組構成しますかって台本書いてくださいって言われたから、あ、じゃあまあ通販番組でいいんじゃないですかってなって、で番組タイトル名どうしますって言われて、ええー、みたいな。なんとかショッピングにするか、あいやと思って、和道ザブートキャンプにしましょうっつって、そんな感じだね。でメイクさんがいたから急遽僕のことを黒塗りにできますって言った。できますって言って、速攻黒く塗ってもらって、本番開始5分前に。 そういう流れだね。こすり倒された先輩芸人たちが作っていた、なんだっけ、低周波マシンと もうテレビでこすられ続けた 絶対笑いが起きるっていう。で、あの女の子、あのアシスタントやってくれた女の子優しいから全然スイッチ上げないの。 まあコメントね、読む文化とかわかんないもん。おお、お茶めぐいらっしゃい。お茶まくありがとう。おはよう。茶めぐはかわいいな、ほんとに。茶めぐかわいいな。もう多分、俺のリスナーの中でトップレベルにかわいい女の子だろうね。トップレベルに。もういなくなった和道ギャルズ、何人のリスナー、女性リスナーが俺に恋をして勝手に失恋して去っていったことか。今日何食べようかな。あ、そうだ、あのね、ローソンのね、あのマフィンがすごい美味しかったんだよな。あれハマるわ、ローソン。いいね、プレゼントありがとう。ありがとう。延長代ありがとう。配信のトップがの人、性格悪いよ。え、ドクター M さん？性格悪いか？俺、配信見てるけど、性格悪いようには見えないけど、なんかあったの？いや、むしろ性格いいんじゃねえかな。なんか悪口言ったりしてんの見たことないけど。絡みあんの？へえ。朝マックよりうまかったね。卵ハムサンドみたいな。あれ食べよ。マフィン、マフィン。いや、どう悪いのかとか知らないから。何があったの？いいじゃん。俺は別に彼女に対していい印象しかないから。でも性格悪いも何もコラボ放送とかやらない人だな、あの人。どこがどう悪いのか教えてよ。いいね、ありがとう、さとこちゃん。SS さん、おはようございます。いや、全然おしゃれない、汚い部屋ですよ。ありがとう、おはよう。狭いから物を詰め込んでるだけですよ。
あ、そうです、そうです。ドクター M さんとコラボすることになったんですよ。それで告知をさせていただいてますね。2月の28日に、あの写真撮影生放送というコラボ、うん、はい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 、ほほほほ、はいはいはい。で、おお、何なんだろうね、うん、そうですね、僕もあの映像とカメラやってるんで、あのまあドクター M さん写真されてるんで、お互いにカメラについてっていうトークと、写真について、芸術についてのトークやって、でお互いを撮るっていう、生放送をやろうと思ってますね。うん、うんうんうん、あ、何、チャンメグ M さんのリスナーでもあるの？あ、全然好きな方で見ていいよ、全然。その視点の違いも放送の楽しみの一つだから、 M 様の、 M さんの目線で見るのか俺の目線で見るのか、それは自由で全然いいよ。向こうの方が閲覧あるからね、300人ぐらい集まる方だから、うん、俺の方が過疎だから。ああ、なるほどなるほど、あ、そういうことがあったんだね、うん、ああ、そういうことか、そういうことか、うん、好きな方で見ていいよ、チャンメグ、うん、チャンメグもね、なんだかんだ古いよね。彼氏ができると俺の放送見なくなる今っていうことは彼氏いないな、チャンメグ、うん、あ、教えてくれてありがとう、うん、もう何年ぐらい見てる？チャンメグ結構長いよね、うん、いないんだ。え、ニコ生からなの？ちゃんめぐって。それもうあれでしょ。俺のこと好きでしょ。大好きじゃん。ありがとう。ニコ生からなんだ。そうなんだ。古い古参じゃないか、古参。まあね、ちゃんめぐがコメント書いたらね、あ、和道のリスナーで若い子いるんだって、可愛い子いるんだっていう、あの証明になるからね、ぜひレギュラーでコメントを定期的に書いていただきたい。そう、あのアンチリスナーが減るから、グーのでも出なくなるから、うん、のんちゃんがやきもちしちゃうじゃん、 のんちゃんは彼女だもん、やきもち焼かないでしょ、ちゃんめぐとはね何もないんだから、会ったことないし、うん、ねえ、うん、っていうかももちも可愛いな、うん、いいぞ、絵面がいいよ、ももちちゃんめぐって絵面いいよ、とってもいいよ、うん、あ、まあまあ印象はねしょうがないよね、うん、オッケーオッケー、ひーちゃん、まあそれはしょうがない、いい絵面だね、ももちちゃんめぐ、和道リスナーはね美人多いって昔は言われてたのに、いつの間にかメンヘラババアの巣窟になったからね、猫の目ちゃんめぐももちでコメント埋めたいね、可愛い女の子の、うん、猫の目ももちちゃんめぐでコメントもらったら、これスリーカードだよ、スリーカード。あ、呼んでない、おっさん、おっさんは控えてください。ソソとかカレーオーとかオルフレンとか、あ、もうおっさんはちょっとあのバックにちょっとディフェンスに回って、オフェンスは
女の子にしよう、うん、アイテムは任せたおっさんに。それでいいじゃん。おっさんにはあのこうなんつうの、あでもね、可愛い女の子のサムネがねコメント走るとアイテム上がるんだよ。なんでかっていうと、おっさん配信者ってそこでなんか俺は金持ってるぜって可愛い女の子にアピールできるからいいんだよ。本当に最前線にちょっと可愛い女の子と俺のトーク、グータンヌーボとかさ、恋愛系雑談で攻めていこうよ。いやメンヘラの巣窟でしょ本当に今。だってマジで心療内科の待合室みたいになっちゃってるもんね。挟まれに来ないでください本当に。控えろ控えおろう。でも6年も配信やってるとみんなババアになってくかんな。もう高年齢化が半端ないしね。まあ谷さんババアだね。谷さんババアの部類だね、ごめんね、いやでも谷さん美人だと思うよ。美人がコメント書くとブスが引っ込んでいく。そうわかる。だからそのブスたちはテルチャンピンに預けよう。もういや俺閉鎖病棟開いたらあの大繁盛させる自信あるよ。あの和道ドクター医師免許取るか今から頑張って。もう超売れっ子精神科医になろう。超売れっ子精神科医。アル中なのかよ。アルコールはダメだよ。アルコールはダメだよ。お酒に逃げるんじゃなくてお酒を飲んでしまう原因と向き合わないと。辛いけど、センバと一緒にしないで。レベルが違う。勘弁してくれよ。あんなオカルトクソ野郎と一緒にされたらたまったもんじゃないよ。はいはどつ。あーみんなツイッターいいねボタンありがとね。ツイッターいいねボタン本当にありがとう。サンキュー。今日はさっき4時間枠やって寝起きで。で、あの、告知画像を作ってて、久々イラストレーター起動したら全然使い方覚えてなくて。で、まあ結局このデザインになって、2時間ぐらい作っちゃったかな。なんかうまくはまらなくて。そう、M さん前にバンって打ち出そうと思って。で、結局このデザインになったかな。いや俺の写真の方が色合いが強いから青みがかってないから合わなかったの。その同じぐらいのサイズにしたら原因はなくなったけど体がアルコールを欲する。やめたいの？アルコール中毒は抜けたいの？本人的にはもうあのアルコール中毒になってる状態ってもう意思とは無関係に体が反応しちゃってるから、あの実はねアルコール中毒の人身近にいるのね俺で。仕事をしてるんだけどその人辞めたよ。アルコール中毒本当に悩んでて、で自分の人生アルコールでダメにしてるって打ち明けてくれて、
で本当に腹割って話し合って、で俺もやめてもらいたいって言って、今はもうアルコール立ってるよ、あの病院に行った、アルコール中毒専門の病院に行ったら、あの薬よ、薬がすごくあって、もう今さっぱり飲んでない。だからやめようと思ったら1年ぐらいかけたらやめられるよ。その人はもうきっぱりやめた。お酒飲んでもいいことないっていうのは自分がよくわかってるわけだから。こんにちは。初見さんいらっしゃい、よろしくお願いします。和道と申します。意思弱いって言って、もうやめらんないやめらんないって10年ぐらい悩んでた人で、病院に行くことで、病院の先生にその相談すること、それを約束して、病院何個か回ったらすごくいい先生に出会って、もうきっぱりやめた。メインはカウンセリングだけどね、アルコール中毒の場合は。お、ツイキャスの皆さん、お茶爆よろしくお願いします。コンティニューコインも足りないんで、無課金の人はコンティニューコインでお願いします。お金持ちの方はお茶爆もうバンバン投げてください。今月はもう稼がないとやばいんで。なんか飲んじゃったら吐くやつなのかどうかは分かんないけど、ありがとう。ミオさんよろしくお願いします。ミオさんから花火いただきました。ミオさん、花火ありがとう。ありがとうございます。そうだね。買わないことだよね。まず、シラフの状態で買わないことと、お酒捨てるっていうことができないんだよ。そう、蛇口に行ってバーって捨てればいいんだよ。捨てな。そんな、こんな可愛い女の子が、お酒で人生もったいないよ。コンティニューコインありがとう。人生もっともっと楽しいことあるよ。素敵な人がいるよ。いや、わかるわかるわかる。頼れないんだよね。そうそうそう、わかるわかる。でも自分の人生壊れちゃうよ。親とか周りの人にむしろ相談した方がいい。それがアルコールをどんどん飲むっていうのに。だって親に助けてもらうレベルなんだもん。入院しなさいって言われてんのって。仕事を辞めたくないっていうのもさ、わかるけど、うん。でも助けてくれるよ。可愛い我が子なら。今のまんまじゃどんどんボロボロになってく。お酒に支配されてくよ。お酒はダメ。楽しく飲めるんだったらいいけど、むしろ意志が強くないと飲んじゃいけないものなんだよ、あれは。本来人間に必要ないものだから、お酒は。生きていく上で。言い訳ばっかりでしょ、お酒飲む人って。タバコの方がなんだとか。もう医学的なデータが出てるの。お酒なんか一滴でも飲んだら、その分寿命を縮めていくって。お酒は、ま、いいことが一つもない。タバコを吸って人を殺した話は聞いたことないでしょ。タバコを吸って人を殺した話は聞いたことないけど、お酒で事件事故何個あるよ、世の中に。で、肝臓を悪くして、人にも迷惑かける、自分にも迷惑かける。お金もかかる。あれは税金を取るために合法化してるだけなんだから。ストロングゼロなんてよくよく考えてごらんよ。24時間やってるコンビニエンスストアで 9% とか 12% のお酒が200円で売ってんだよ。考えられないよ、うん、考えられない。その時間で恋愛すればいいし、趣味に時間使えばいいし、仕事に使えばいいし。世の中にはお酒よりもパワフルなものとか素晴らしいものいっぱいある。だから自分を許してあげることね。
自分が許せない自分がいるからお酒に逃げたくなる。まず自分を許してあげて、そう、認めてあげて、で、周りの力を借りながらさ。俺は酔っ払いの人見て気分が良くなったこと一回もないよ。だから、ももちが、この、お酒をやめることができたら俺は嬉しいし、生き生きと素敵な人と出会って、素敵な恋愛して、素敵な人生を歩んでくれた方が俺は嬉しいな。チョコレートありがとう。だから酒飲む配信者とか見ないことね。トリガーだから。アンカリング、トリガリング、もうトリガーになっちゃう。引き金引いちゃう。飲んでるの見てると飲みたくなる。嫌なことがあると酒、手が震えて酒が飲みたくなる。病気だっていう自覚がないの。アルコール中毒って、入院してくださいって。入院ってどういうことかよ。自分がいかに今やばい状況にいるか自覚がない。もう確実に仕事ができるレベルじゃないんだよ。ストロングゼロン500、テキーラのショット2本ぐらい、3本ぐらいだと思った方がいいよ。テキーラ3本があの飲みやすさなんだよ。おかしいよ。あんなにスイスイジュースみたいに飲める。テキーラ3杯飲んだらベロンベロンになるでしょ。あれをああやって200円とかでスイスイ飲めるように作ってるんだから。あれは売ってはいけないものだよ、本来。俺はそう思うよ。だから、生活保護のケースワーカーさんに話聞いたことある。アル中の家には必ずストロングゼロがある。しかも2本3本だったら、でもそれでも飲みすぎなんだよ。でもアルコール中毒の人ってストロングゼロを1日6本ぐらい飲むんだよ。アルコールでしょ？ストロングゼロ6本ぐらいでしょ？コスパがいいんじゃないよ。よく考えてね、ももち。テキーラのショットをね、3杯、それを6だから18杯飲める。テキーラのショットを18杯。毎日それをやってるんだよ。それがどんだけ恐ろしいことかよ。6本で。ひどい人だと20本ぐらい飲むわけでしょ。だから、よっさんって6本ぐらい飲んでるじゃん。あれ、テキーラのショット18杯やってんだよ。それを毎日続けてごらんよ。それはおかしくなるよ。KP ありがとう。そんなことをするために人間は生まれてきたわけじゃないんだから。俺は、人間飲んでいいのっていうのは、もう本当にコップ一杯だよ。酒飲みでも、食前酒とか、寝る前の一杯とか、ビール一本でも俺は多いと思ってるから。ハートありがとう。狂月とかのさ、4リッターだっけ？こんなボトルあるじゃん、業務用の。俺、あれ、半分ぐらい飲めるんだよ、一晩で。酒強いの。でも俺は嫌いなの。酒いくらでも飲めんの。バーやってた時なんか20本、瓶ビール20本とか開けてさ、お客さんと40本だよ。いくらでも飲める。でもいいことは一つもないよ。バカありがとう。アイテムありがとうね。お酒と薬はダメ。梅酒でフラフラになるわけじゃないよ。頭が痛くなるの。もう薬なんかもってのほかだよ、もってのほか。俺は酒強いよ。絶対に女の人の前で酔わないから。絶対酔わない。どうなんだろうね、ガンジャは。
ったことないから分かんないな。そもそもさ、お酒を飲みすぎて吐くってさ、唐揚げ食べすぎて吐くっていうことないでしょ？肉まん食いすぎて肉まんで「いっけいっけいっけ」とか見たことないでしょ？唐揚げとか牛丼とかで「もう一杯いけよ！」「大盛りつゆだく！」っつって「もっといけ若いんだから！」「いっけいっけ！」とかやんないでしょ？それくらいバカなんだよ。酒飲むとバカになるの。牛丼でやれよ。吐くまで飲んで牛丼食ってみろよ。バカでしょ。体がもう拒絶してるんだから、これ以上やったら死ぬよって言ってんだよ、吐くっていうことは、うん、あ大丈夫、俺シラフでガン決まりだから。シラフでガン決まり。いやそうでしょ、酒飲んで朝方の歌舞伎町行ってみろよ。何々くん待って、楓くん待ってよ、おい行くぞ、おい起きろよ、起きてください、起きてください、だって私のことなんとかなんでしょ、もうやだ、もう行きたくない、もう助けて、楓くんの、楓くん女言う、うるせえぞ行くぞおいとかいう、すっごい面白い光景見えるよ。バカでしょあれ、高い金払って100万かけてそんなんなってんだよ。バカでしょ本当に。いい可愛らしいね、20中盤以下のもう20代の青春で一番綺麗な時なのに、お金貢いで風俗で働いてね、自分が水商売やってるのか何なのか分かんないけど、人生ダメにして酔っ払って、いや朝方の歌舞伎町ほど面白いもんないよ、ただで見れるから。まあ今はね、なんだ、風営法変わって朝方じゃないかもしれないけど、朝方の歌舞伎町なんかそんなんばっかりだ、店の前でシャッター降りた店の前で靴脱いでベローンって倒れてる女の子が、うん、あれを見ればいいんだよ、自分がそうなってんだから、覚えてないだけで、あどんだけ恥ずかしいことやってんのか、そうなりたいのかどうかだよ。いや闇深いところじゃないでしょ、そういう風なの、自分がそうだって見えないんだよ、シラフの時見に行きゃいいんだよ、まあ私こんなことやってるんだって、クラブでも何でもいいよ、若い女の子がそんなことをするために生まれてきたわけじゃないでしょ、そんなことしてでもいい男なんか捕まえらんないでしょ、そう思わない？んな都合のいい女ないでしょ、ベロンベロンに酔っ払ってやり捨てだよ、やり捨て。あークラブも俺嫌いなんだよ、あのクラブ何しに行くのって聞いたら、音がいいんだよとか踊るんだよとか言って、で俺行ってみたんだよ1回だけ、5分間だけ入ったことあんの、ボッツ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 、どこが音いいんだよ、割れてんのスピア、ボッツボッツボッツって、もう耳の鼓膜が破れるぐらい、ボッツボッツポ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 ッツつって、何？聞こえないって、聞こえるわけねえだろバーカ、大嫌いだ俺ああいうの、なんだクラブって、バカだろ、鼓膜が痛くなるぐらいさ、ポッツポッツってずバカだろ、聞こえないって、頭悪いだろあれ、いやバカでしょあれ、でしかも酒飲んでんだから頭悪すぎるよな、絶対行かないよね金払って。
なんだこれだよ。なんだこれ。そこで聞こえるわけがないからね。俺は人と関わるときに1次会だけ1杯だけ酒飲むのはいいと思ってんの。だけど2次会とか行ったりとかもダメだと思うし、一番良くない1人で酒飲むこと。いや、なんか踊ってたよ。カウンターの上に乗って踊り狂ってたよ。いや、バカだなと思って。この世の終わりかと思ったよ俺。北斗の拳かって思ったもん。ファッションがおしゃれなだけで、あ、北斗の拳でしょ。北斗の拳の残党がいっぱいいたよ。コンディコインありがとう。簡単だよ、もう。自分が心の底から愛してる人がやってほしくない行動は自分がやらないことね。子供なのか恋人なのか尊敬してる人なのかわかんないけど、そういう自分が心の底からリスペクトしたり愛したりしてる人がやってほしくない行動は自分がすべき行動じゃないんだよ。思わない。本当は自分がそれを望んでるわけよ。現実から逃げれば逃げるほど現実は余計厳しくなってくる。お酒を飲んでる間は忘れられるよ。でも現実はどんどん厳しくなってくる。現実と向き合ってるやつだけが天国に生きれる。逃げ場なんか最初からない。
俺は好きな人がアル中になったら絶対もう全部瓶割ってやるよ。もしくはその人の前で俺がオーバーめに酒飲んでどれくらい迷惑かけるのか教えてやるね。お前が毎日やってんのこれだよって見せつけてあげる。シラフの時に見とけっつって、お前一滴も飲むなっつって。どう思うのか感じろって。何食おうかな。たまにはすき家でも食おうかな。釈迦のお水変えてくるわ。我が子たちよ、おはよう。おはよう、ね、おはよう、おはよう、はい、おはよう。水変えようね、うん、ご飯ね。水変えよう。おはよう。ご飯からね。ご飯だよ。次水。
い、ただいま。さん、お帰りなさい。うん、ただいま。何食おうかな。
お茶ありがとう。ねえ、カラオケ配信やりたいね。カラオケ行きたいよな。でもね、カラオケね、すごい人気がないんだよね、配信。歌枠。歌うの好きなんだけどね、聞いてる方は不快らしいよ。
通にカラオケで配信やりたいな。さとこさんへ、ワドさんの声好きだよ私。いや、なんかあんまりあの受けが良くないね。絶対閲覧下がるね。歌うのすごい好きなんだけどね。下手だ下手だって言って。閲覧なんて下がってるし気分転換にいいんじゃね。バラ。
アグリーンさん監督おはようございます。おはよう。いい写真じゃん。かっこいいね。自分で撮った？かっこいいね、その写真。いいじゃん。椎名林檎意識してんの。椎名林檎感出てるよ。モノクロにしたんだ。いや、いいと思うよ。椎名林檎っぽくなってきて悪くないよ。アグリーンさん監督に相談があるので電話してもいいですか？電話いいよ。はいはい、どうぞ。いいよ、かけておいで。どうぞ。てかもう間髪入れずに、俺が暇してる時はかけていいのに。いきなりかけちゃっていいよ、いつでも。ここで暇そうだなと思ったら。もしもし。アグリン？アグリン？はい。素人じゃないから音が回ってるよ。いや、もう多分回ってないと思うんですけど。うん。どうした？なんか、うん、あれなんでしょう。働いてる店で干されたかもしれない。え、ソープ？ももちさん、私のあるちゃん、はい、あれなんだろう、なんか読み上げちゃんが聞こえてくるんですけど。俺はつけてないよ。私もアプリ開いてないですよ。
そんなわけないでしょ。だって俺読み上げつけてなかったじゃん、さっき。おかしいですね。こっちじゃないって。なんでだろう、私の盗聴されてるのかな。何を言ってんの。え、おかしくなってないでしょ、私は頭。頭おかしいでしょ、最初から。だってなんか声が回ってるからどうしたんだろうって思って。あ、ごめん、俺だわ、コメント読み上げ。やっぱり。しかも私配信アプリ取ってつけてないですよ、今。悪い悪い。はい。うん。そう、うん、なんか、干されたかもしれない。何干されたって。なんか自分の指名した人しか来ない。自分の指名した人、自分の予約入れてた人しか来ない。ああ、お店側がお客さんを振ってくれないってこと。そうそう、このままでは、うん、今日の出勤ゼロ名で終わるかもしれなくて怖くていけない。いや、逆でしょ、指名が取れてるからこの子稼げてるからって言ってお店は指名のない子を稼がせるんだよ、うん、そんなことされたら困っちゃう。そんなことされたら困っちゃう。全部欲しいのに。いや、全部欲しいって、だってお店に何人も働いて。イヤホンつけてる？つけてないですけど、普通に電話してもアプリ開いてないから大丈夫なはず。え、いや、ダメだよ。スピーカーフォンにしてるでしょ。ダメなんですか？スピーカーにしてるんですか？いや、違う、電話かけるときはもう鉄則だから、もうイヤホンつけるのは。イヤホンいつもしてないですよ、私。な、音が回ってんだ、そっちで。わー、なんでだろう、最近おかしいな、電話が、うん、じゃあもうやめよっか、この話。いやいやいや、これ勝手すぎるでしょ、そんな。イヤホンつけて。イヤホンがないんですよ、どこにあったかわかんなくて。まあいいや、まあまあ、ソープで働いてて、要はお客さん、はい、何、新規を振ってくれないってこと。要は指名を、そう、うん、新規の人を送ってきてくれないんですよ。それお店の人に相談したの。まあ、当日欠勤を5回連チャンでやってるから。それはされないでしょ、それはアグリンがあるでしょ、うん、もういらないのかなって思って。じゃあそれは当日欠勤を5回もしてるアグリンが悪いじゃん。だからもう干されたって思って。いや、干されたじゃなくて今日行かなかったらダメじゃん。うん、だなんか行きたくないなが重なっちゃって。何、他には何があるの、行きたくない要素。配信してたら楽しくなってそっちの方がいいやって思って。だって配信者として腕がないんだから。うん、ダメでしょ。そっか。佐田の時だけでしょ、うん、閲覧稼げたの、トム池とか。そうですね。うん、しかも昨日佐田さんに泣いて電話しちゃったし。何、好きなのやっぱり。なんか、うん、そういえば彼と一緒にいた時は楽しかったような気がするって思って配信中に泣きまめいて電話しちゃった。どうしたら佐田なんて言ってたの。電話出てくれなかった。あれ、イヤホンどこやったんだろう。いや、だから、いや、まあ風俗の子ってバックれるからな。なんかいいかなって、店は腐るほどあるしいいやって思って。いや、どこ行ってもアグリンが変わらない限り根本の解決にはならないよ。そうですか。だって店変える手間とかがどんどんかかるだけなんだもん。そう、バックレ癖を直さないと。バックレ癖を直さないといけないか。まあ向こうはバックレる前提で働いてるだろうけど、うん、代わりはいっぱいいるぐらいに思われてるんです。そうですね、うん、よいしょ、困ったなぁ。うん、監督だったら辞めて違うところに行きますか。お、いやいやいや、俺は働かないよソープで。え、働かない。だから俺はアルバイトとか働くっていうことを全部捨ててるんだもん、
捨ててる。捨ててるじゃん。リスナーから金引っ張ってなんぼだと思ってる。そっか。うん。配信業でしたもんね。そうだよ。俺はもうずっと働いてないの。リスナーさんに花火をもらって生活してるから。それはとっても楽しそうですね。楽しいよ。楽しい。働くことを拒否してるから。うん。働くのやめたんだ。働くのが良くない。じゃあ働くのやめたんだ。やめた。うん。じゃあ私もじゃあもう働くのやめますじゃあ。俺は責任取らないよ。うん？俺は責任取らないよ。知らんよ、アグリンの。困ってたら誰か助けてくれるかもしれない。助けてくれないかもしれないよ。知らないよ。それは困るな。じゃあ助けてくれるかどうかリスナーさんにこれからじゃあ聞いてきます。聞いてみたらいいけど、何人ぐらいの常時、はい、固定のリスナー、常時固定リスナーさんですか、うん、結構いっぱいいるから分かんないけど、そんなこと頼んだことないな。そうですね、閲覧数常に何人ぐらいいるんだって聞いてんの。最近はあんまりないですね。20前後ですね。20前後で生活面倒見てくれるのか。なんか仮想枠の方がいっぱいアイテムもらえることに気づいて、はい、あ、そうだよ、はい、うん、仮想枠の方がアイテムくれるよ。変な人とは話さないようにしてます。絞り込みました。いや、かそっただけでしょ。ただ単に人気がなくなったのに。そうですか。何綺麗に言ってんの。だって変な人しか来ないんだもん。なんか100人とかいても、あ、まあまあそうね、数が増えたらそうなるよ、うん、変な人が増えて目につく、つまんないなって思って。あ、まあ数の方が楽しいよね。確かにわかる。コメント止まんないし、意外と20人ぐらいの頃が一番楽しかったもん俺も。そう、20人いるとなんかみんなと話題をワイワイ話せて楽しいって思って。うん、そうそうそう、たまに寂しくなっちゃって、わけわかんないわけやっちゃうんですね。いや、知らないけど俺アグリンのこと見ないから。うん、また来てね、さとこちゃん、ありがとう。また来てね。知らんけど、アイテムありがとう。いや、でも働かなかったらご飯食えないんじゃないの。大丈夫な気がしてきた。宅発とかに回ればいいし、もうご飯とかやばくなったら。いくつだっけ。35ですけど。なんで笑ってんですか。おかしくないですか。ね。で、まだだって40年は生きると思うし。どうやって生きてくの。勝手に生きてくでしょう。普通に水さえあれば。はい。病んでるんだね。なんでですか。なんでですか。いや、もう声でわかる。病んでるなぁと思って。病んでる、病んでます。この前はね。最近なんかちょっと病んでるっていうか、病気の人と一緒にいすぎておかしくなってて、頭が。何、病気の人って。なんか精神障害一級の人とよくお話しするようになったら。誰それ。いや、名前は言えないですけど。左肩が痛むようになってきて、その人の声を聞くと。エネルギー泥棒じゃん。エネルギー泥棒っていうか、もう完全にもう蝕まれてるなってわかるんですけど。え、あの、もうこれ本音の話聞いていい。本音の本音の話。はい、はい。風俗で働いたのっていうか、ソープで働いてるの自主的に選んだんじゃなくて、誰かに働けって言われたんじゃないの、はい、それ。いや、自分でなんとなく働いたらいいんじゃないかって思いました。なんで。なんか暇だから。でもさ、今まではほらランパブとかだったけど、ソープって結構思い切ったじゃん。なんか中途半端良くないなって思って。
どうしたんですか、監督。いや、まあ、かっけえなと思って、なんか。いや、だって、かっこよくないですよ、中途半端な、うん。売れないソープ場ですよ、今となってはもう。でも、1日5万ぐらい稼ぐって言ってたんだ。それは稼げますけど、新規の人が来ないと、このままじゃずっと同じメンバーで回してても、こっちが病んじゃう。何、新しい男とセックスした方がいいの？そうしないと、新しい風を入れないと、毎回同じメンバーじゃ嫌。いや、だから前言ったじゃん。前言ったじゃん。だから自分のリスナーさんを呼べばいいじゃんって。それだけは嫌だ。なんで？なんか気持ちが悪い。何が？なんか嫌だ。え？だから配信でアイテムとかいただけるから、別に呼ばなくてもいい。うん、おうん、もったいない。もったいない、もったいない、逆にもったいない。何がだから、お店に来ちゃったら、お店で住んじゃうじゃないですか。ああ、うん、よくわかんないけど、ソープが嫌だってことじゃないもんね。店を変えたいっていうか、そうですね。どっちかというと、当日欠勤しまくって完全自業自得だ、自得だけど、うん、干されちゃったからどうしようって。じゃあやめますって電話すれば。もうそれしかないですよね。今日仕事に行くのが怖くて。いや怖いっていうか、はい、いや働きたくなかったら辞めるしかないわけじゃん。じゃあ辞めますって電話するか、行くかの二択なわけだから、うん、悩む必要なくない？そうですね。じゃあ行かなきゃいいですね。はい。いや電話しないつもりでしょ。え、ダメですか？何バックレッド、何飛ぼうとしてんの？寝てましたって言おうと思って。いやそうじゃなくて、それを配信でやってくんだったら、うん、今から枠つけて、ソープバックレルっていう枠で、その俺だったら、なんだろう、ソープの店員に電話で会話するけど、するけどね、めちゃくちゃ面白いじゃん。いや、新規も。たまに休みますっていう電話は配信で載せてます。いや、だから、それやめる、どうせやめるんだったら、その、新規回してくれないからやめますっていう配信、やりなよ。わかりました。じゃあそうします。やべえ、俺見よう、それ。いや本当に今からそれやる。夕方6時くらい。だって何時出勤なの？ん、何時出勤なの今日は？いつも5時半にお家出ます。夕方の？はい。じゃあまだ時間あるんだから。時間あるし、まだね、何時、店も開いてないか。うん、じゃあそれまでに出るか出ないかをちょっと決めときますもん。ちょっと待って、アグリ今月いくらぐらい稼いでんの？今昨日はお客さん来てくれたから、まあ4万ちょっと、うん、1ヶ月1ヶ月いくらなんだろう。何回出たかな。7回先月出たから35万回じゃないですか。少ない。7回しか出てない、先月。うん、全然出てない。10日は出ないと。ポンコツソープ場だ。だって、めんどくさいですもん、行くの。やめちまえよ、そんなもん、もう。そうですよね。普通の仕事した方がいいですよね。だもう35で、中卒でしょ、どうせ。いや、一応、高校は出てます。短大中退してます。うん、はい、何の役に立てんの？ポンコツなのに。一般の職場だから、そうか。じゃあ、やっぱ働いた方がいいのかな？いや、一般職で雇ってくれるところなんかないよ、そんなの。いや、ありますよ。いや、何？仕事選ばなければ。例えば何の職業？前はインターネットの、うん、通信のなんか販売の仕事をしてました。でも働いてもあれだよ、20万とかでしょ、手取り。28くらいはもらってました。
でもどうせバックれるんでしょ、もう行きたくないとか。いや、それは在宅でもできたんで。え、在宅で28万稼げんの？はい、あ、あの知り合いの人のやつだったんで、なんか管理業みたいな。何その仕事？だから注文が来たら、うん、ベトナムとかに電話して、それの在庫あるかとか、こういうの作ってくれとか電話かけてました。で、それめちゃめちゃいい仕事だ。なんで辞めちゃったの？なんかアムウェイ入らないとダメとか言われて、もうこんないい仕事なかったのにと思って。仕事自体は良かったんだけど、アムウェイを、アムウェイに入らないと。そうですね、アムウェイに入らないとみたいになっちゃって、もう何回も変なパーティーに連れてかれて、もう逃げらんないぞみたいな。でもやめました。おお、なるほど。はい、うん、それさえなければずっと働いてました、そこは。そっか、はい。まあそれはまあ正当な理由というか、まあやめ、そうですよね、やめる、それはやめるわな。やめますね、そんなアムウェイなんか嫌ですもん。え、アムウェイ洗剤めちゃくちゃいいよ。歯磨き粉なら認めますけど、洗剤はうちのお母さんがもうすでに持ってて、アムウェイの、なんか臭かった、お皿が。いや、アムウェイの洗剤臭くならないよ。なんか希釈して使うやつで。いや、そうだよ、あのボトルのやつでしょ、うん、ブルーのキャップ。あれ、私匂いが大嫌いで。あれ匂い別に変な、なんか変な匂いがするから嫌だと思って。あ、イヤホンマイクやっと見つかりましたけど、使いますか？使おう使おう。これで大丈夫になったかも。うん、はい。どうしたんですか監督。いや、どうしたんですかっていうか、どうしたんですかグリーン。私はちょっと今日エネルギー泥棒になってるかもしれないです。なんでそんな右肩痛くなる人と喋っちゃうのかが分かんないんだけど。その人の、いや、左肩ですね、痛くなるのは。うん、うん、その人のなんかお母さんからまず電話が来て、うん、はいはいはい。で、息子がこういうことしてる、どうしようって言うから、うん、電話すると、うん、この前はなんかお父さんの鼻毛がいっぱい出てるのが気に入らないから、親父のスマホを壊すって言ってて、それを何時間かかけて説得しました。聞こえない聞こえない。何、親父の鼻毛が、親父の鼻毛がいっぱい出てるから気に入らないから、何それを、なんか iPhone を親父さんのを奪って壊すって言ってるのを止めました。いや、もう世界観が全然わかんないじゃん。どういう、私もなんかもう訳がわからなくなってきて。え、何、親父の鼻毛が出てるのが気に入らないから親父の iPhone を奪ってぶっ壊すのをアグリンが止めたっていうことで OK？ そう、そうですね。なんでそれをアグリンが止めないといけないの？なんか私の言うことしか聞かないって言うんですよ。関係ないじゃん、そんなの。関係ないけど、ね、なんでアグリンの言うことは聞くの、その人は。わかんないです。肉体関係あるでしょ？ないです。なんでアグリンの言うこと聞くの？わかんないですよ。なんかわかんないけど、この前も、うん、なんかお父さんの前、耳毛が気になるって言って、彼が、うん、なんかお父さんにしつこくして、お父さんが家を出てって、だからその男の子はなんかスタンガンを家に持って待ってるから助けてって言われて、うん、それ配信外なの？いや、配信中に電話かかってきて、一応事情を説明して、もうやめようねって呼びかけました。なんかもう最近こんなバイオレンスなことばっかりで。あ、それで病んでるんだ。病んでますね。
でさっきも電話で起こされました。何その彼から？彼からなんて言われたの？内容。なんかもうどうでもいい、何言ってるか分かんないことで起こされましたもん。何？一級ってやっぱすげえな。もうどうしたらいいのかわからなくて、完全に病気もらってんじゃん。もらったのかな。すいません、なんかこんな話ばっかりで暗い話。アグリンがホスト紹介したり、家に呼んで親しくしてあげた。ああ、懐いた。ナイフくんのことです。はい。懐かれたの。かな。懐かれでたも、でか。最近彼には好きな人がいるらしく、だんだん私への気持ちが揺らいできてるので、このままいけば大丈夫だって思ってるんですけど、彼は好きな人なんがいるか、の？好きな人ができて、若い女の子が好きになってるっぽいから、そっちに注意がいってるから大丈夫だって思って、耐えてるんですけど。アグリンはその男の子は好きなの？それが最近わからないんです。なんか好きになってきたような気もするし、怖いかも。なんか洗脳されてる気がする。なんだそれ？だかえ、ら何？好昨きかも日し私れないもの？さださんと戻ったら全てうまくいくんじゃないかと思って電話を泣きながらかけたけど、電話出てくれなくて、なんで選も択肢がサダとかそんなばっかりなの？トムイケとか。う なんさなだの？さんだったら何とかしてくれるはずだって思って、だって電話出てくれないでしょ？電話出てくれませんでした。え、じゃあその彼と今その懐かれてる彼と付き合えばいいじゃん。もそんなの怖くてできない。う。何怖いって何が怖いの？好きなんでしょ？毎日そんなことがあったら大変です。もう いや なんで笑ってんですか。もうこっちは泣いてるのに。いや、俺の身にもなってくんない。俺、はい状況は違うかもしんないけど、俺、はアグリンに同じことされてるんだよ、俺。い、あ、そっか、すいません。 俺は別に、どう、エネル監ギー督のこと好きじゃないから大 丈いやい夫。や、好かれたらぶっ飛ばすけど、本当に。いや、もうさ、いいじゃん。ソープやめて、今日ね。で、付き合えばいいじゃん。好きなんでしょ？本当は。彼はでももう他にもうちょっといいなと思ってる子ができてるいや、から関係ない、関係ない。アグリンが好きなのかどうか。本当は好分きなかんんじゃん。ないです。わかんないって何？分かんない何がわかんないの？も 何わかんないってどういうこと？全然分かんないです。私はもいや、好きか嫌いかじゃん。わかんないって何よ。う彼が好きって言うから、私も好きって言ってたらなんか好きなような気になってきたし、どうしたらいいんだろうって。だから向こうは好きなんでしょ？でも私はさださんの方が今は好きなのに電話に出てくれない。ああ、そういうことか。ああ、そういうことか。もう助けてほしい。じゃあ、サダと俺関わりないけど。そうですか。ね、サダは、そう、沼線なんだよ、アグリン。沼線。沼線って呼ばれてるよ。いや、だそうから、か。まあ、いいんだけど、まあ、ロハコさんが生きてたらな。あ、ロハコさんゲイだったわ。ごめん、ごめん、大丈夫。いいえ、ロハコさんはタイプじゃないです。いや、もう、サダとかはもう全部一緒だけど。じゃあ分かった。整理すると、アグリンは、サダがまだ好きだと。で、なんか昨日好きになりました。で、彼は、アグリンのことが好きだけど、他に移行しつつある。で、アグリンは、ソープをやめたい。そういう話だよね。そうですね。どうしよっかな。
まずソープをやめるかやめないかの問題は置いとこう、うん、置いとく、置いとこう、とりあえず、うん、うん、置いとく、置いといて夕方考えよう、それは、うん、夕方、そうですね、うん、考えましょう。もう一回だけ佐田さんに電話しちゃダメですか今日。いや、俺ははっきり言って佐田と別れたわけでしょ、はいはい、付き合ったけど別れたけど一回とりあえずちょっと声だけ聞きたいみたいな。いやダメ、あのね、なんでどっちから別れたか思い出して、うん、私がこっぴどくやっちまいましたでしょ。はい、あのね、うまくいかない、それは。そっか、一回ダメになった人とうまくいくと思う、はい、同じことが起こるだけでしょ。そっか、また不正受給って言っちゃうよ。え、なになに、いや、不正受給ってまた言っちゃう。何その詳しく教えて、それ。うん、あ、なんか佐田さんが国民のお金をなんか支援してもらってるのに、うん、エビスビールとかガンガン飲むから。え、何、生活保護なの佐田って。違います、あの手帳です。いや、別に障害者年金の人はビール飲んでもいい、年金で治療にも良くないから飲むなって言ってんのに、うん、飲むし、オフ会三昧だから私が不正受給って、うん、そんなんだったらもうもらうなって言ったら、うん、ネット民がみんな大爆発して怒って。何を怒った、どっちを怒った。佐田さんに対して。あ、でそれで火がついて署名運動まで始まって、この前その署名が提出されました、佐田のね。はい、あ、まあ不正受給ではないけどね、それは別に。だって年金、まあ、不正ではないけど、それ聞いてたらイライラするなって思って、それを話したらインターネットの民たちがそれそうだよなってなって。いや、だからそれはバカでしょ。だってそれアグリンが言ってることを合理的に話すとさ、障害者を持ってる人はビール飲んだらいけないっていうことを言ってるんだよ。お酒はあの薬に良くないんですよ、治すために。分かるけど、してるのに。だけど年金制度を、うん、否定したわけじゃん。だからそれ差別だから、ただ単に。じゃあ法では裁けないところでこれどうなんだろうねって。あと2級は、うん、あの誰かの解除がないといけないし。そうだね。なんていうの、なんかあんな風に山手線一周してるのおかしいよなって、あいつ働けるのやよなっていう話になって。あ、それでなんか、うん、まあそれは、まあ、おかしいねって。あんなきっちり毎日起きれるし2級じゃなくねっていう話になったんですよ。なるほどね。あ、はい、まあ俺の結論から言ってもいい。ズバリいくわよ。はい、はい、あのね、彼の方と付き合おう。うん、佐田じゃなくて。佐田はダメ、佐田さんはもうダメだから。電話しない、うん、いや怖いんだよ、アグリンは。今新しい恋愛にビビってるだけ。でもそんな父親をスタンガンでもなんか倒すとか言ってる人と、なんかそんな、何情報が、新しい情報が次々出てくるから。何さっきのスタンガンの話に戻るけど、うん、そういう人とはちょっとお付き合いできないよって思って。え、何、アグリンにスタンガン打ってくるわけじゃないじゃん。いつか私に矛先が向きそうだぞって思って。そんなことないよ。そうですか。だって彼の笑顔を見てるとドキドキしない？別に、何だろう、何考えてるんだろうって思います。そんなやつだったな、アグリンって。それから、あれからなんか怖くなっちゃったみたいな。何あれから、うん、なんかあれからっていうか、そういうなんか事件があったんですよ、うん、うちに大量に警察を呼ぶっていう。なんで呼んだの？楽しく鍋パーティーをしてて、うん、ただ彼がぶち切れちゃって、なんか。なんで？なんか一緒にいる時になんか怖い配信者から、うん、こうなんか俺の名前を出すなよとか言ってうちに来るって言って、うちの近くまで来た時に、うん、なんか戦いに行くって言って、
そのスタンガンの彼が家を出ようとしたから、うん、止め出ようとしたら女は黙ってろっつって小突かれてドンってなってなんで私の言うことは聞いてたのに、なおかしいぞって思って私もムカついて、なんかリュックサックひっくり返して、なんかもう、うん、大乱闘になって止めたんですけど、うん、収まらなくて警察呼んだんですけど、なんかそういう事件があってまたああいう風にバーサーカーみたいになられたら困るなって思って、おお、そう、そうなんだ、はい、おそういえば配信見てないけど、どんなコメントが流れてるんですか？沢尻エリカかとか言われたりしてるけど、どこの紛争、紛争国家の話だとか。え、何？どうしたいの結局？もうアグリンがやりたいようにやればいいじゃん。やりたいようにやればいい。本当に好きなのは誰なの？一番好きなの。本当の理想の、本当に心から、あ、もう理想だよ、あくまで。この人と付き合えたらいいなっていう配信者は誰なの？はい、本音。配信者でですか？配信者。そうだよ。配信者。あ、最近なんか、ちょっとやりとりし始めた配信者さんは好きですね。うんうん、誰それ。なんか言えないですよ。いや、大丈夫だよ。誰も知らない。いや、教えてよ。なんていう配信者。シリフキンさんっていう。知らないな。知らないからね、うん、まだ今度デートすることになった。ふわっちの人？そうそうですね。最近ずっと配信してない。シリフキンさんがタイプなの、うん、そう、昨日初めて LINE を交換したんですよ。うん、え、何？昨日初めて LINE 交換したのにもう好きになっちゃったの？なんか私は勝手にもう告白されるもんだと思ったら、うん、なんかコラボの話で全然違って恥ずかしかったんですけど、はい、なんで笑ってるんですか？いや、なんで笑ってる？知らないし、いやもう、いや、どうしようもない なんですか？なんて書いてあるんですか？ちょっと私はパソコン見ますよ、もう。くそ、あの、一言言っていい？一言だけ。はい。あの、はい、全部の話を聞いて、ね、真面目に、はい。あの、真剣に向き合った俺の感想を言っていい？はい。もうね、アグリンの人生は、はい。あのね、クソみたいな人生だね。なんで？なんでですか？クソみたいな人生だね、本当に。もう、本当にそう思う。うん、クソみたいだなって。そうですかね。あ、違う反論がある。私はすごく幸せに生きてたつもりなんですけど。クソみたいな人生だな、本当に。いや、絶対楽しい人生です。ただ今、そのちょっと精神がおかしくなってるのはきっと、うん、なんかそのスタンガンの人にやられてるんだと思って。ああ、なんで付き合いやめればいいじゃん。電話着信拒否とか。でもお母さんから連絡来るし。お母さんの方を着信拒否すればいいじゃん。そんなのかわいそう。頑張って家族のために働いてて。知らないよ、そんな。いくつなの、彼は。確か33だったはず。俺と同い年かよ。クソ見てって言われてる。見ちゃった、見ちゃった、私コメ欄全部見ちゃうよ、もう。クソ見てえ、いや、クソ見てえの人生でしょ、ほんとに。もう私の枠にも来る人が悲しくなってきた。どう悲しい、悲しい、悲しい、悲しい。いや、
とりあえずどっから手つけりゃいいのかな。結婚願望はないの？結婚したいですよ。クソみてえだろ。結婚したいけど、うん、結婚したいの？え、なんで結このままじゃダメだよ。いや、どうすか。いや、そうだよ、このままじゃダメだよ。そうだよ、このままじゃダメだよ。いつ気がついたの？今です。今気づいたでしょ。そんな、どっからテコ入れする？どうしたらいいかわからないもん。どっから、仕事から恋愛から、どっからテコ入れするよ。どこから恋愛がいいかな。恋愛がうまくいけば全てうまくいくような気がする。今までなんでそういうサダとかが好きになるのかがわかんないんだけど、なんなの、なんかの病気なの？それは性癖？いや別に見てて注目を浴びるから見ててなんか面白いなって思ってて。ん？面白い人だなってこうなんか気になってしまうんですよ。社会にこう いるじゃないですか。私も社会の場に、はい、何その時にやたら目立つ人とかいるじゃないですか。あそういう人に注意がいってしまってじーって見てると面白いなって思って、うん、それでちょっと、うん、なんかお友達になってみようって思って。うん、変な人が好きなのかな。ぶっちゃけた話、サダって童貞だったんでしょ？おー、はい。そこもポイントが高くて。なんで いくつだっけ、サダって。私と年が同じでした。35でしょ。35で童貞って魔法使いって呼ばれてるんだよ、はい、世の中では。あのウィザードだよ、ウィザード。あの、うん、世の中に存在しないものだよ。要は魔法使いに会ったことある？ないですね。ないでしょ、うんうん、ウィザード級なんだよ、サダは。その童貞奪ったんだよ、うん、だから私怒られてるんですかね、その人たちから。そうだよ、魔法を解いたんだもん。なんか2級会っていうのがあって、その人たちからすごい嫌われてるんですよ。2級会なんか2級の人が集まるっていうオフ会があんの？そういう。そうそうですね。え、何、精神障害者2級が集ってなんか楽しくお話しする会みたいなのがあって。やべえ会あんな。え、それ都内であるの、2級会って？そうですね。アグリンって障害者手帳持ってるんだっけ？はい、私は取れる機会はありましたけど、もらえませんでした。南無阿弥陀仏って言われちゃってる。嫌だな、なんか宗教的なやつは私嫌いなんですけど。いや、だからエネルギー泥棒に近寄るなと一緒だよ。呪文払われちゃったんだよ今。嫌だ。じゃあ、退治された方がいいんですか、私は。いやいや、まあまあ、押す子、大丈夫だよ、はい、ほら、俺は大気説法派だから。どっから手つけようか。ご飯は美味しい？ご飯は最近食欲なくて、うん、あんまり食べてなくて痩せました。今日もこんな早く起きちゃったし、どうしよう。ごめんね、ブスじゃん。はい、すごいブスな自覚はある？まあ普通のブスくらいの自覚はあります。ちょいブスぐらいか。
まあまあ普通ちょいではないです。ブスかブスじゃないかで言われたらブスの部類だと。それはいつ気がついたの？なんか配信履歴自分で見返してみたらめちゃくちゃブスじゃないかって思ってあ、本当はどれくらいだと思ってたの？そう配信履歴見る、まあ、今サムネになってるくらいは可愛いかと思ってたら、それは最近のカメラ技術だって思って。ああなるほどね。普段あこれが本当の自分だと思ってたんだ。そうですね。これはね、違うんだよ。ね。うん。そう、これは現実ではないんだよな。皮肉だよね。悲しいですね。悲しいよね。はい。どうしようね。もう次付き合う。もうなんか海女さんとかになろうから。弱聴だ。もうそうした方がいいですよ。もうインターネットとかもやめて、もうすべてを捨てて海女さんとかになりたいんですけど。いや、それは困る。え？困る？困る。ダメ。じゃあ監督だけなんとか寺に頼み込んで配信してもいいかって、うん、1ヶ月に1回くらい。煩悩の塊じゃん。煩悩の煩悩の煩悩の塊でしょ。そんなダメに決まってんの配信なんか、うん、配信は監督が取りに来るんですよ。こう私の1ヶ月の反省を取材に来るんだ。どうしようかな。企画やろ。じゃあ1個企画、うん、何の企画ですかね。じゃあはい、俺が企画立てるからやる。コラボいつ頃ですかね。いやもうアグリンがやりたいって言うんなら今日でもやる。ですか。今日っていうか明日とかでも全然いつでもやってあげるよ。普通ですか。お見合い企画。お見合い、うん、あじゃあじゃあ、うん、10日とか空いてますよ。10、11空いてる。はい。本気でやるんだったら俺、はい、アグリンのベストパートナー用意するけど。名前は聞けないんですか。それ名前聞けない。もうだから俺が募集するの、はい、もういろんな男性を、うん、でアグリンのことを本気でいかに幸せにできるかとか、はい、本気で愛してるっていう人とアグリンは何人かと出会うの。はい。でその企画の終わりはもうそのまま婚約、そのままハンコつくの、結婚するの。本当にそれがいいです。そう、そしたら一個結婚したいっていう夢は叶うわけだから。10日に、はい、2月のあれは最近知り合ったってか LINE 交換し始めた人はどうしたらいいんですか。そんなの知らないよ。縁がなかったんだよ。そうですか。いやその人が来たらいいんだよ。はい。あじゃあちょっと二股でもいいですか。そこいいよ。当たり前じゃん。人生はドラマ当たり前じゃん。不倫とか浮気とか全然やっていいんだよ。ただ分かりました。ただもうその企画は絶対にもう本気でアグリンのこと愛してる人を募集するから、はいはあ、結婚しないとダメだよ。分かりました。じゃあ10、11ってもうすごい、もうちょっと期間空けなくて大丈夫ですか。大丈夫、すぐ集まる。一人とかしか来なかったら私悲しくなっちゃう。いやいや、一人と来たらもうその人と強制的に結婚するんだよ。え、来たら、じゃあ一人しか応募してこなかったら終わりじゃないですか。終わりだよ。でもどうしよう。いや、誰も来なかったら第2回があるだけだから。そうですか。そう。じゃあ10、11で募集で。10、11でやる。本当に お願いします。暇だし、okay、ちょうど。じゃあハンコと婚約、はい、婚約届だっけ、なんだっけ。婚姻届ですか。それはこっちで用意するわ。じゃあ分かりました。うん。でハンコだけ持ってきてもらって、はい、でどうしようかな。立ち会い人みたいな、ナコードは俺だよね。そうですね。結婚式するお金ないんですけど。いらない、いらない、そんな。
したいんですよ。したいかどうかだから結婚した相手と話し合えばいいじゃん。結婚したいんだけどって。いや、めちゃくちゃイケメンでめちゃめちゃ金持ちも来る可能性あるんだよ。とんでもない。そっそうか、そうそっか。そう。なんかすごい気持ち悪い人だったらどうしようって今。何バットに考じゃあ一応これだけいいですか。喫煙者は嫌ですってことで。える。いや、だからそこも含めての楽しみがあるわけじゃん。タだバコから、吸わない人いがやいいい。や、そこだけは譲れない。それは、だから、アグリンね。アグリン、そういうことばっかり言ってるわがままだからダメなの。まず、1個だけで、1オー個だディシけ。ョンに来ないと。まず。そこからタバコやめれわまかすりかまとしかのた。トークをみんなが楽しむわけだから。わじかりゃあ、ました。アグリン、写真送って、宣材写真。俺がサじムネゃ作って企画あ、やるから。じゃあ10日でいいの？どこかでじゃあお願いします。早い方がいいのかな。どうしよう、10日、ちょっと待って、10、今月、2月10日？はい。2月10もう、日、ああ、大丈両夫か方とな。も、どっちでも2空いてるよ。つ、あれ、2日しかないけど、来ますか？2日しかない、10日まで。10日まで？今日7今日、日だよ。3日しかないけど、大丈夫ですか？いや、大丈夫でしょう、アグリン。大丈夫だよ。俺はそうですか。バッチリ告知するから。はい。じゃあ、必ず開けてよ。わかりました。暇です。OK。じゃあ、どっちにする？土曜、はい。えーっと、ど、えーっと、日曜日か月曜日かな。日曜日の方がいい。日曜日でじゃあ。はい。日曜日で、はい。OK。じゃあ結婚、とりあえず結婚っていうストレスはなくなるはずだから、それで。恋愛も、そうですそう、ね。恋愛と結婚っていう二つのストレスが人生から排除されるわけだから、はい。プラスしかないじゃはい。ん。やろ楽しくなってきましたね。う。やろはう。い。はい。OK。ちなみになんだけど、芸能人で言うと顔は誰が好きなの？まあ、イケメンだったら誰でも。いや、だからあなたにとってのイケメンがどんな顔ねえ、かを聞いてんだよ。岡田よしのりくんじゃない、純一くんが好きです。ああ、岡田くんね。岡田くん好きです。俺と一緒の系統だ。まあいいや。OK。じゃあ、10 日、10日ね。10日アグリンね。じゃあ、はい、写10真送っ日じて。ゃあ開けときます。写真、宣材写真。そうだ、写真すぐ送ってきます。じゃアグリあ。ン持ってるやつを送る癖があるから、3枚ぐらいちょっといろんなパターン送って。漏れてないやつは送れないですよ。いや、だから3枚くらい、俺がこっち側でピックアップしたいから。わかりました。じゃあ適当に今から撮ります。よろしく。はい。失礼します。はい。緊急だな、これ。忙しくなってきたな。忙しくなってきたな。ということで、9月の10日？9月の10日にアグリン結婚します。相手は決まってません。相手はまだ決まってないですけど、ちょっと結婚したい人を問い合わせするか。腹立つな、なんか。だから、こう、この写真で行く？ 腹立つな、こいつ。こいつ腹立つな、なんか。こいつ腹立つな、こいつなんか。なんだろう、すげえイラッとするんだけど、なんだろう、どの写真で行こうか。腹立つ顔してんの。これで行こう。これが一番いいでしょ。これで行こう。これ今撮ったやつだろ、これ。腹立つな、なんか腹立つな。お見合い企画やりますか、じゃあ。
どこでやろうかな。会場もお金かかるぞこれ。緊急だな。まあ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 、人の役に立ちたいっていう持ち前のね、善良な心があるんで、はい。あ、もしよかったら皆さん延長代よろしくお願いします。あとお金に余裕のある方はぜひ花火いただけると嬉しいです。もう岡田斗司夫くんみたいな人か。あと何日ある？ 10 日まで。そうだね、岡田くんが本人が来る可能性もあるからね。あ、そうなんだ。振られて？今取ったので来ますか。いや、今ので選定する、こっちで大丈夫。とりあえず3人は欲しいよね。とりあえず3人。できれば欲張れば10人ぐらいで列並んで、列並んで、ねえ、この一人一人エントリーナンバー1番からやっていきたいじゃん。で、最後10人で並んで、よろしくお願いしますをやりたいわけじゃん。まあ、すぐ見つかるでしょう。大丈夫でしょう。大丈夫でしょう。日にちがちょっとないけど、まあまあ、運命ってそういうものじゃん。出会いは突然って言うから、逆にそういう方がうまくいくんだよ。多分。大丈夫でしょう。多分いけると思うな、俺は。まあ、いい企画だよな。やろう。結婚しよう、もう。最悪仕込み何人か用意するわ、こっちで。変な人はやだ。大丈夫だよ、大丈夫だよ。全然大丈夫だよ。ちなみになんだけど、結婚相手を見つけないといけないんだけど、リツイートしてくれる人いる？告知動画をやったら、アグリンの結婚相手、マジでみんな協力してくれる？リツイートしてくれる人何人ぐらいいますか、ツイッター。いや、拡散協力するよって、リツイート。どうする？何人ぐらいいる？ちょっとやっぱバズさせないと人が集まんないからね。え、俺もアグリンと結婚したかったって言われたら終わりだからね。どうすっかな。アグリン、まあ自分の企画だからそれはツイートするでしょ。いや、始まり、終わりは始まりだから、ミケちゃん。終わりとともに始まりが始まるわけだから。まあ、だから婚活だよね。平たく言ったら。婚活。じゃあ、10日アグリンに開けとくか。とりあえず。10日アグリン。OK、企画開けとくわ。いや、忙しいな。緊急だな。とりあえず募集か、かけてたな。アグリン目当ての人が来るといいけどね。それはね。まあ、そこで来なかったってことは縁がなかったってことだからな。
いや、婚活は勢いだからね。婚活はやろう。鉄は鉄は熱いうちに打てって言うからね。打とう鉄を。どうしよう。じゃあそろそろ終わりにしようかな、配信。どうしよう。うん、何やろっかな。暇なんだよな。いや、もちろんもちろんね、そんな一日で離婚されたらね、結婚詐欺だっていうことになるから、それはやっぱり仲人としては、させないですよね、そんなことをね。うん。お金も動くよ。お金も動くよ。いや、結婚でしょう。うん、確実に。あ、皆さん、あと告知なんですけれども、ですね、ドクター M さんというふわっちで有名な配信者、皆さんご存知かと思うんですけれども、ドクター M さんとコラボ配信を2月の28日に行うことになりました。で、ドクター M さんは、カメラも撮影、カメラマンもされてますし、あ、ごめんなさい、キャメラマンもされてますし、モデルさんもされていて、セルフポートレートも撮っている方で、ちょっとこの配信はね、お互いカメラとか写真とか芸術とかについて語り合って、で、その後ね、お互いを写真を撮り合うっていう、コラボ企画をやろうと思ってますので、2019年2月の28日、写真撮影の生放送、ドクター M さんと、コラボをさせていただきますので、ぜひ興味のある方は、Twitter に詳細を載せてますので、Twitter のいいねボタンを押していただけると嬉しいです。ぜひ、ね、カメラについて、カメラ好きな人とか、ご覧いただけたらなと思ってます。ツイッターの方いいねボタンよろしくお願いします。あ、そうですね、キャメラですね、ありがとうございます。はい、時々間違えちゃうんですよ。ありがとうございます、訂正していただいてね。うん。でもちょっとね、手前に緊急企画が入ってしまったので、ちょっとアグリをないがしろにするわけにはいかないので、力入れようと思ってますね。うん、頑張らないとね。忙しくなってきたな、これ。これ殺到すんじゃないの、これ問い合わせ。問い合わせ殺到する気がしてきたな。じゃあちょっと僕はね、アグリンの最高のベストパートナーを探すために、今からイラストレーターをパソコンで起動して、ちょっと潜在写真いじくらないといけないんで、ちょっとこれで一旦放送終了します。それじゃあ皆さんありがとうございました。緊急企画の告知用の画像を作りますので、配信閉じます。面白いなと思った人とか、応援したいなと思った人はアイテムください。それじゃあ皆さん、お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。ツイッターご覧ください。
ただ一つだけ。